はい、どうも。本日ご紹介する本は第14冊目、こちら、じゃじゃん、東京アンダーワールド、ロバート・ホワイティング。日本の闇を知る男、東京のマフィア、ボス、夜の六本木を支配し、東京の闇社会、日本の暗部と深く関わってきたこの男は、ボロ儲けを目論み、東京に上陸した。次々と闇のベンチャーで成功するニコラの元には、ありとあらゆる人種が集まった。政治家、ヤクザ、プロレスラー、高級、なんとか、わかんない。なんとか、奇想天外、波乱万丈のニコラの生涯が明らかにする、知らざる日本のアンダーワールド。こんな感じです。現代日本の腐敗、もつれた網のように広がる組織、そして裏工作するフィクサーたちの卑怯な世界を描いた一冊だ。デビッド・ハルバーン・スタムとジェームズ・エルロイが見事に合体したとも言える本書には、さまざまな興味深いエピソードが驚くべき事実としてモザイクのように散りばまれており、一般に考えられていることは異なり、闇社会の現実を暴いている。これは表沙汰にならなかった歴史であり、みんなが思っているよりもずっと大きな問題として浮上してくる現代日本アンダーワールドの闇の姿なのだ。気になる目次の方を読んでいきましょう。目次はこちら。プロローグ第1章、焼け跡闇市場第1号。第2章、読めない、なんとかの後遺症。第3章、サクセスストーリー。第4章、オリンピック後のアングラ経済。第5章、ミス北海道。第6章、少子の陰で。第7章、富の大移動。第8章、黒い騎士、エピローグの第8章までです。ぜひこの実話に基づいた話なのかな。面白い発見がいろいろありますよ、こんな分厚い本ですが。ぜひ気になる方は読んでみてください。それでは今日はこの辺でおしまい。今日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。それでは、ドロン！